こんばんは。あ、日付が書いてない。今日5月10日。5月10日のですね、ニコ生岡田斗司夫ゼミです。よろしくお願いします。なんか最初、オンエア前のですね、コメント欄を見てたらですね、何を語るのかというようなことで、ドローンのことを語ってくれっていうのと、あと、押し守るを、なんだろう、語ってくれというのがあったのでですね、ああ、ドローンと押し守るな、語った方がいいかな、とか思うんですけども、あ、パトレイは面白くないが、単に予算不足が原因。そんなことはない。そんなことはない。予算じゃないと思うな。じゃあ、どっから行こうかな。加山里佳について、はあはあ温泉卵、温泉卵って何のことだろうな。加山里佳、あ、これ、はい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 。いつからラジコンヘリをドローンというようになったのか。まあ確かにそうだね、箱根な。なんかタイムリーなことを語らせようとするね。ある程度は、どれでも語れますけども、ある程度ですよ。なんでしょう。もう本当にこれって、いわゆる即興芸みたいなもんで聞かれて、はいはいって語るようなもんですから、どっからやってみようかな。なんだろう、箱根は、まず、まあ、前のね、放送でも言ったと思うんですけども、皆さんも枕元にですね、靴は置いてますか。で、あと、携帯のストラップにですね、笛はつけてますかというところからなんですけども、前語ったと思うんだけども、あ、大丈夫ですね、はい。まあ、見てない人もいるかと思うんですけども、地震の専門家によるとですね、実は案外多いのが、地震で部屋の中のガラス、窓ガラスとかが割れて、そう、前も言ったことだよね。で、割れて、で、ベッドとか布団から出た時に足の裏を切って、で、それで怪我して歩けなくなって、で、押し潰されて死んじゃったっていうお年寄りがやたら多いのでですね、まあ枕元というかですね、ベッドの下にですね、靴を一足置いとけっていう話をして、で、これこの間もですね、テレビでその地震の話になった時に言ったんだけども、やってない人がですね、こうかなり多いのでですね、ぜひやっといてください。本当に、ぜひやっといてくださいというのは何なのかっていうと、ですね、まあ、今南海トラフ地震とかですね、あと東海沖地震の確率が、なんだろうな、30年以内に 70% って言ってるんですけども、かなりですね、30年以内に 70% というのは楽観的に見てもそれぐらいだから、悲観的に見るともうちょっと多いんですよね。もう10年以内に 60% とかですね、いろんな数字が出てるんですよ。で、こういうですね、正確な地震予知というのは、まあ誰もやったことがないし、あとは地震自体がプレートテクトニクスっていうですね、1960年代になってやっと出てきた、地球物理学の、まあ、から出てきたやつなんですね。で、プレートテクトニクス自体は、まあ、大丈夫な学説。その新しいからといって怪しげじゃないんだけども、学問自体がまだ60年ぐらいの蓄積しかないのでですね、危ないは危ないんですよ。地震の、なので、ですね、なんだろうな、危ないは危ないっていうのは60年ぐらいの蓄積がしかないので何年以内に発生するっていうことがよくわかんないんですね。ただでその上で30年以内に 70% ということはもうかなりやばい状況だと思ってくれた方がいいです。で、まあ、今日ちょっと語ろうかという話題をここに今メモしてたんですけども、日本列島ってこうあるとするじゃないですか。ごめんね、いい加減な絵でこうありますよね。で、地震って大体ですね、この順番で降りてくるんですね。震源が。まあ、正確に言うと太平洋側なんですけど。で、いわゆる、3.11 があって、で、徐々にこの震源がこちら側へ来てるんですよね。で、そのうち富士山噴火かって言ったら、富士山っていうのは一回南海トラフとかがあってから後だっていうふうに言われてるのでですね、富士山自体はそんなエネルギー量っていうのは多くないんですよね。で、それよりは阿蘇山の方が再噴火した場合の被害が多いって言われてます。で、一番怖いのは、噴火した後のですね、二次災害というやつなんですね。で、僕らついつい自分の近所、家近所が噴火を受けるのかとか地震の影響があるのかってあるんですけども、地震の影響自体で、まあ、死んじゃったり怪我したりする人をですね、まあ1万人ぐらいとしましょう。
でも、100万人とか1000万人の影響が受けるのは何かっていうと、噴火した後の火山灰とかが上がって、でそこからだいたい3年から4年ぐらい、その地域というのかな、日本列島全体が、寒冷化しちゃうんですね。で、20世紀最大の火山噴火っていうのは、ハワイ沖にあるクラカトア島っていうですね、島があって、そこが噴火して、で、もうね、明治時代にそれで、不作が起こって、凶作が起こって、で、世界恐慌の引き金にもなったというふうに言われているんですよ。で、もう、いわゆる天本大飢饉とかそういうやつも、地球のどっかで起こった大噴火がきっかけで、で、それでその、なんだろう、寒冷化が起こったということが、もうこれ、基本的な学説になっているのですね、僕ら別に自分が、今これ見てる人がですね、日本のどこに住んでるかわかんないです。例えば北海道だったら割と安定してるんですけど、じゃあ北海道地震だったら大丈夫、地震ないから大丈夫かというと、北海道の人にしても、もう、とにかく阿蘇山噴火であろうが、箱根山噴火であろうが、箱根もまあ水蒸気爆発だったら大丈夫なんですけども、本格的な噴火活動があったら、日本全体の農作物の、作量というのはいきなり何分の1かになるかというふうに思っておいた方がいいですよね。なので地震というのはね、だんだん多分これから数年でテレビで報道されるたびに少しずつニュアンスがきつくなってくると思いますので、注意しておいてください。本当に気をつけた方がいいと思います。でさっき言った笛は前も言ったけども、地震で直接その場でなんかこうゴシャッと来て死ぬ人っていうのは割と少なくてですね、その10倍から20倍ぐらいの人が、土砂の中に埋め込まれてとか、瓦礫の中に埋め込まれて1週間ぐらいで死んじゃう人が多いんですよね。で、それを避けるために笛とかホイッスル持ってたら、それとは災害犬の耳に合う周波数なので、なんかこう潰されてる時にね、1週間の間ね、その間、人間ってそういうなっても、4、5日くらい生きてるからさ、助けてっていうよりは、笛をちっちゃい笛でピーピーって吹いてる方が助かる確率は全然高いですのでですね、必ずですね、皆さんも携帯のストラップに笛と、あと枕元にですね、靴は忘れないようにしてください。ということでですね、箱根の話は済んだ。次はドローン推し、加山里香。どうしようかな。ドローン推し、加山里香でちょっとアンケート取ろう。でもこんなもん別にアンケート取らなくてもいいや、そのまま行こうか。ドローン推し加山里香、三大話みたいだよな。セットで話そうな。推しはいいよ。うん、そうだよね。推しさんはね、もう俺パトレーバー見たんだけど呆れたという話しかなくて、でこれひょっとしてなんだろう、地雷踏んだかなというか、みんな推しさんのパトレーバーの実写版に納得してるのかなと思っちゃったんですよ。でところが、こう、ツイッターでですね、推し守るのパトレーバー、あれダメだわって言って、さあどうなるかなと思ったら別に荒れずにですね、それどころかですね、なんかこう、伊藤和則さんっていうパトレーバーシリーズの、シナリオずっと書いてる人が、今回、脚本も推しさんなのね。で、もう推しさんのパトレーバーに関しては、もうなんかほっとくとかいうふうに言ってて、俺たち何の相談もないしっていうふうに愚痴ってんだよね。で、なんでかっていうと、パトレーバーシリーズって、一番最初のなんだろう、クレジット画面なのかな、いわゆる版権画面見たら、企画、ヘッドギアって出てくる。漫画でもね、でも全部企画ヘッドギアって出てくるんだよ。で、そのヘッドギアっていうのは何かっていうと、パトレーバー始めるときに、推しさんは後から参加したんだけど、伊藤和則とか、あと日浦光とか、結城正美とか、伊豆淵くんとかが合同で作ったプロジェクトチームなのね。で、そこにまた推しさんも後で入ってきて、こうヘッドギアチームの一つになった。で、今後、パトレーバーやるときは、このヘッドギアでやろうっていうふうに、俺たちが一緒にやろうぜっていう青春の誓いみたいにやってるんだけども、なんかね、で、この間の、なんだろう、例えば、廃棄処理13号とかですね、そういうオリジナルビデオを作るときは、ちゃんと、そのヘッドギアチームに賛成したらしいんだけども、賛成したというか、まあ、交渉したらしいんだけども、推しさんね、なんかどうもヘッドギアチームに、何も言わず黙って続編やってるらしいんだよね。で、それでもう伊藤さんが拗ねてるってほどもないんだけど、まあ人はもうああいう人だからしょうがないんじゃないの。で、お話に関してはまあちゃんとやってくださいよとしか言いようがないみたいな感じで、ツイッターでですね、ちょっとこぼしてるのを見てですね、ああなんか、うん、やっぱり元々のパトレーバー作った人たちって、
すごくきちんとしたお話作ってるのね。で、それをおしりさんがだん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 私物化していく感じになってるのが、やっぱなんかそのあんまりいい気持ちしないんだろうなというのが分かってですね、あ、そうなんだなというふうに思いました。ほい。で、ドローンですね。ドローン。ドローンに関して何を語れと言うんでしょうね。俺、ドローンに関しては、まあ、持ってますけども。いや、楽しく、ドローンじゃないんだね。ラジコンヘリと言うべきだよね。マルチコプターというふうに言ってもいいんだけども、持ってますよ。それはもうあんな楽しそうなおもちゃ買いましたよ。室内で飛ばしたらそこら中に当たるから、表へ持っていきたいんだけども、井の頭公園で飛ばすには何かこの周囲の目もあるし、どっか壊れたら嫌だなと思ってですね、なんか部屋の中で飛ばすというですね、細々とした楽しい方してる。高いんでしょって書いてるけども、マルチコプター自身、それもいわゆるスマホとか携帯とかでこう操作できるやつだよね。あれって一番安いやつで8000円ぐらいからあるんじゃないの。一番高いやつでも確か20万円ぐらいでしょ。で、一番高いやつってもう別に僕ら買う必要ないんじゃないのかな。いわゆる動画撮影用のカメラの重たいやつ乗っけてブーンって飛ばしたい人は10万15万ぐらいする機種買った方がいいんだけども、僕らが遊びでちょっとなんか絵撮りたいとかですね、スマホに絵送りたいぐらいのやつだったら1万円程度のもので十分だと思います。で、これがですね禁止になるのかっていうなんか質問が多分一番多いと思う。免許制になるのかって今コメントがあったんだけども、ラジコンヘリ自体が別に免許制ではないからですね。で、電動で飛ぶこういうおもちゃみたいなものを規制するのかどうかっていうと、なんだろうな、するかな。首相官邸事件なんだかんだ言ってもね、ショッキングだからね。するしないで言うと、規制しなかったら次に同じような事件が起こった時の、警視庁の責任問題になっちゃうから、多分ね、しようという話になると思うんだ。ただ、その、もともとは1キロとか2キロ程度しか電波が届かないようなものだから、そういうふうなものを規制するのは、電波法とかそこら辺からもう一回見直さなきゃいけないと思うんでですね、日本でありそうなのは自主団体を作って、で、ドローン買ったら必ずハガキがついてて、で、このハガキを入れないと、もしくは、なんだろうな、メアド書いてバージョンアップしないと、登録しないとバージョンアップ情報を受け取れませんよ。その代わり、ドローンみたいなものを買った人は全員、なんだろうな、ある、許認可団体みたいなところに自分の名前とか電話番号とか住所が全部登録されるという仕組みが落としどころじゃないのかなって思うんだけどね。なんかそういうふうになる。まあだから、いや、それをどういうふうに思うのかって言ったら、僕ら別に携帯持ってたら同じようなことされるから、そんなに変わんないと思うんだけどね。僕は国民創生番号制っていうかですね、国民ナンバー制にはどちらかというと賛成の立場なのでですね、あんまり気にしないんですけどもですね。はい。ドローンはその辺あたりが落としどころになるんじゃないでしょうか。加山里香さん。加山里香さん。俺が知ってるの、加山里香さんの事件、今日の朝知ったんだけども、あれなんだよね。ツイッターで、番組共演者の悪口はものすごく言っちゃったっていうやつだよね。で、とてつもないレベルのことを言って、で、加山さんが、はぁーってなって、なんか、知り合いに言うだけの、多分ダイレクトメッセージに、送るはずや、のやつを一般に書いちゃったというですね、すごくありがちなことをしたということなんで、ああ、なんか、ネットワーク被害者だなというふうに僕は思いますね。なんだろうな、こんなことを思ってるっていうのを友達に言うっていうのは、まあ、それは構わないことなんだけど、で、それを乗っ取られたっていうふうに最初言ったのは、まあ、そういうふうに言って収まるかと思ったら収まんなかったっていうことだよね。そりゃね、まさかね、親しい友達であろうともね、あの内容だったらね、直接、そんなことを思ってましたって言えないよ。なんか、こんな番組だけど何月まで続けようと思いますとかさ。そりゃ大人としてまずいよね。なので、
どちらかというと、加山さんみたいなことって、加山さんみたいにテレビに出てる人だから、はっきりわかるんだけども、多分、同じようなミスしてる人って1日に1000人や1万人ぐらいいるだろうから、じゃあ今後どういうふうにみんなツイッターとかと付き合えばいいのかとか、自分の一部を常に公にさらすっていうふうなことになってくると思うんだよね。だから、失言事件とかさ、なんかそういうふうなものってどん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 増えてくると思うんだ。で、今日もあったんだけど、どれだ？好きやアルバイト女性が店内でわいせつ画像をツイートした事件に一言って書いてるんだけども、これも好きアルバイトして、わいせつ画像つい、俺そのわいせつ画像っていうのを見たことがないんだけども、水着なの？すっぽんぽんなの？誰か知ってる？はいはいはい。みんな探したわ。見なくていいよ。がっかり画像なの。あ、じゃあもういいや。いや、俺なんか、ネットニュースのとかで見たときには、なんだっこ、バイトの女の子が、わいせつ画像って言うから、さぞかしそれは素敵な画像かと思ったんだけども、こんなにコメント欄にがっかり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 って出てくるぐらいだったらじゃあもういいやと思ったんですけど、これもですね、その好きやアルバイトっていうのも、これもいわゆるチェーン店バイトだから僕らは、おーって思うわけだよね。だからそこら辺の誰も知らないような個人でやってるような喫茶店とかで中でやってたら、多分そんな大きな事件にならないっていうことで、昔だったらとか数年前までだったら、ある個人がどれぐらいのテロっていうこともないんだけども、騒動を起こせるのかっていうとさ、それなりの、なんだろう、ポジションにある人とか、まあ、秘密を知ってる人とか、そういうふうな人が情報を、みんな知らない情報を開示するみたいな方法で、テロって起こせたんだけども、もう今や、すき家でバイトしてるぐらいの当たり前のことで、例えばそれを、生姜の中にさ、なんかこう、指入れたとかさ、あとなんか店内で裸になってそれをツイートするとかさ、もうそれぐらいで言っちゃえば、スキアというですね、その自分が勤めてる店舗ではなくて、その上の親会社全体に被害を与えることになってくるよね。で、あー、なくならないだろうね、こういう事件って。なくならなくて、もっともっと増えてきてから僕らはなんかこういう事件を当たり前のように思ってしまったり、あとは、そういう店に行かないようになるのかな。そんなことないよね。別に、その前の晩、店員がわいせつ画像をアップしたからといって、その店に行かないってことにならないと思うんだけども、どういうところが落としどころになるのか、もうちょっと状況を見てみないとわかんないね。まだ今のところ、いろんな、バイト雇う側が、これ僕は前から言ってるんだけども、これからは働く側も雇われる側、雇う側も雇われる側も双方が評価する社会になるというのが僕の基本的な考え方なんだ。で、僕ら例えば大学時代とかにどういうふうなことをしてても、就活の時にはいわゆる自分の成績表みたいなものを持ってって、あとは大学の時にこんな部活してましたになるんだけども、多分ここから先は Facebook みたいなものをちゃんと やれっていうふうに言われたり、 Facebook 見せろと言われたら Facebook の過去の履歴っていうのを全部見られてっていうふうなことになってくると。つまり上場企業を見た者が人を雇うときっていうのは、その人が周りからどういうふうに評価されてるのか見るようになると。で、同時にその僕らもどっかの会社に勤めるときとか就職試験受ける前に、その会社の黒い情報とか、あとなんだろう、実はやばいんじゃないかみたいな情報をいろんなサイトでこうチェックするようになると。そしたらいずれ出てくるだろうっていうのがランキング会社ね。つまりいわゆるそのあらゆる人とか組織っていうのをある一定のガイドラインに沿って評価する会社っていうのが出てくるだろうと思う。つまりこの人はアルバイトとか働くときに A ランク、B ランク、C ランクみたいな付け方ね。B ランクっていうのはプラスもマイナスもない、つまり可もなく不可もないですって。 A ランクっていうのは周りのバイト仲間とか、あと雇われてる側からは評価されてると。つまりこのアマゾン評価とか食べログ評価みたいなものが周りからこういうふうに受けられてるっていう人が A ランクで、逆に言えば周りから評価が低かった人っていうのは C ランクになってくる。まあそうなっちゃうとさ、めんどくさいから、じゃあもうそんな格付け会社っていう、この場合言うべきだろうな、格付け会社みたいなところに登録しなきゃいいじゃないかって思うんだけども、これがさ、今の就活してる人はみんなリクナビマイナビから
検索するのと同じで、雇う側はこの格付け会社に登録した個人でないと雇わなくなっちゃうと思うんだよね。なんでかっていうと、格付け会社に登録して A ついてるやつは安心だから、そいつがなんかトラブルを起こしても人事課の責任じゃないわけじゃん。ちゃんと人事課、あいつなんかうち来たら変なことやったぞと、なんでだって言ったら、いや人事課として、いやいやちゃんとそういう人事格付け会社みたいなところで A ランクでしたっていうふうに言えばさ、今のそのちゃんといい大学でしたとかさ、あとなんだろう偏差値良かったですっていうのと同じようになると。で、まあ僕らが今食べログとかに掲載されてない店に行くのかっていうと、よっぽどその店のことを知ってたり味を知ってたりしたら行くかもわかんないんだけども、知らない地方に行ってさ、食べログとかああいうの見ずにスパッと行くのかっていうと、もうそれは本当に自分自身のなんだよな勘みたいなものに自信がある人以外の9割ぐらいの人は食べログで見ていくようになると。でロンダリングが入るなっていうふうなことで、多分もうもちろんそのいろんなね格付け、それはもうアマゾンのやつにしても食べログにしてもさ、もう何人かが組織票を入れたら思い通りのままじゃん。でもその思い通りのものになるっていうのをどんどん中立化させるような仕組みっていうのも数の理屈でできてるから、逆に言えばその格付けで10人が格付けして全部あのトップランクつけてるようなやつよりは、300人ぐらいが格付けしてその7割ぐらいがなんだろう10点満点で言えば8点9点取ってるやつの方がもちろん信頼性が高くなってくるから、まあ僕らは雇われる側としてはどんどんそういう格付けされるようになってくるだろうと。で同時にその今だったらブラック情報というか裏情報みたいにして載っている、実はあの会社こうなんだよとか、実はあのなんか飲食店こうなんだよみたいなところもどんどん評価されるようになってくると。実際にそこで働いたらこんなもんだったよって、だ条件こういうふうに書いてるけど、ああなんかこう休み時間なんか本当はないよっていうふうなことで、あらゆる会社もやっぱり A ランク B ランク C ランクというふうに格付けされるようになると。同様に医者も格付けされるようになると。あの医療サービスっていうのはさ、本当にいい悪いは分かりにくいんだけども、なんだろうな、それ言っちゃえば食べログも同じなんだよね。美味しいとか美味しくないって本来主観的なもののはずなんだけども、みんなが点数をつけることによって食べログ 3.2 点あたりがなんか 俺的にはそうなんだけど基準になってるじゃん。俺あの食べログで 3.4 以上ついてたらまあ大丈夫だろうなと思って、 4.5 とかついてたらもう怪しいって思ってきちゃう。で 3.0 とかさ、3点に満たない店ってこれはどうなんかなっていうふうに思うようになるんだけども、同じように医者だってその人がやっているそのサービス、お医者さんが出すサービスっていうふうなもので格付けすると5点満点で格付けできないこともない。もちろんだよ、大部分の医者は大反対するよ。大部分の医者は大反対するんだけど、格付けするなっては絶対言えなくなってくるんだよね。でそうなると格付けされてない医者に徐々にみんな行かなくなるじゃん。そうすると医者ログというのかな、食べログじゃないんだけど、医者ログ登録の医者ですっていうステッカーが配られるようになって、みんな医者ログ登録の医者ですのところにしか行かなくなってくる。特に歯医者みたいなペインクリニック、いわゆる痛みをどのように制御するのかというような商売もそうなってくるだろうね。で政治家もだなって書いてるんだけども、政治家とかはもうそれが行っちゃってるんだと思うんだ。もうだから僕らはそれの完成形を見てるから、ちょっと将来政治に関しては予測しにくいんだけども、あらゆるサービス業とかあらゆるどれがいいのか分かんなくて、何を選べばやってほしいというふうなことに関しては、こういう総合格付けみたいなものが、浸透してくるだろうと。それがその2010年代の後半でだよね。2016年から2020年あたりの大きい社会のトレンドになるんじゃないのかな。これはその評価経済社会って本を出した4年かな ?4 年か5年ぐらい前から僕はずっと言ってるその総合格付け社会ってやつなんだけども、俺それを4、5年前に出した時はもう来年ぐらいから来るというふうに思い込んでたんだけども、なかなか案外動かないよね。で、多分現実の社会は僕が思ってるよりは、やっぱ3年から5年遅いので、僕はオリンピックぐらいになるとこの状況が整備されてくるようになるのかもわかんないな。ということで、加山里香さんはお疲れ様でしたということでですね、こういう時はもう、謝っちゃおうね、ということぐらいですね。はい。じわじわと進んでるか、じわじわと進んでると思うんだけどね、多分その、人間の格付け、いわゆる働く格付けとか、あと会社の格付けに関しては、
まだ評価する方法が決まってないんだよね。で、あのね、あんまり細かく正確な評価を考えちゃうとどんどん難しくなる。いわゆるビッグデータを扱うようにすると難しくなるから、もう食べログみたいにただ単に5点満点で格付けすると。このアルバイトのやつ5点満点でどうですかっていう風な方がやりやすいと思う。そしたら例えば僕がさ、18歳ぐらいだとしてスキヤ行くじゃん。スキヤ行って働いて、まあなんか、あの1ヶ月か2ヶ月ぐらい働いて、で辞めた後で、まあ、もちろん、その、なんだろうな、あの、バイトログと呼ぶのかな、こういう場合。バイトログの点数欲しいから真面目に働くわけじゃん。でも、周りで、なんか、周りの人とのトラブルがあったりさ、そういうようなことをすると、やっぱり3点とかさ、なんか 2.8 点とかぐらいしかもらえないわけだ。で、そういうふうにやってもらっていったら、次のバイト行くときに、あ、俺なんか 3.8 点しかねえや。じゃあもう、このバイト、これより以上のバイトは無理だなと。こっから以下のバイトないとできないなというふうになってくる。そうなると、どん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 、その周りから評価される人っていうのは有利なバイトに行けるようになる。で、周りの人で有利なバイトっていうのは多分賃金が安いかもわかんないんだけど評価がたまりやすいバイトと、で、評価あんまりたまんないんだけど賃金だけは高いバイトと、こういうふうな形になってくると思うんだ。だから僕らはこれまで働くときにその仕事が楽かどうか、で、儲かるかどうかを基準してたんだけども、それ以外に、その、楽かどうか儲かるかどうか、以外に自分の評価を上げてくれそうかどうか、それはバイト仲間とかその会社の人の評価とかがで上げられてくるようになってくると思う。だから評価経済社会というのは必ずしもお金が関係ないから夢のような社会ではなくて、僕はどちらかというと、はいはい、なかなか厳しい世界ですよというふうに思ってるんでですね。まあカイジのですね、一番最初のですね、なんかエスポワール号の星を奪い合うゲームあったよね。あんな感じだというふうに思っておいてくれればいいと思います。お、タイムリーな。母の日ですか？岡田さんのお母さんの思い出ありますか？もうお母さんの思い出はありすぎて困るんですけども、大体代表的なエピソードを語ったんだよな、以前に。新興宗教作ったとかさ、教祖や、教祖、うん、そうだな。教祖な。うん。ので、さて、そういうところでまだ語ってない母親のエピソードか、さ、働きすぎてさ、すごい腰が悪くしちゃったんだよ。椎間板ヘルニアっていって、今ではどうかわかんないんだけども、なんか、ひどい腰の痛め方をしてさ、で、人生の後半はずっと、松葉杖つくとかさ、あと足引きずるとか、そういう印象しかないんだよね。だから僕自分自身が語るときは母親のエネルギッシュでダイナミックなところを語ってたんだけども、同時に母親はその働きすぎて腰の骨をすりつぶすぐらい働いちゃって、で人生の後半は本当にもうずっと寝たり起きたり でそれでも税金取られたら死ぬほど悔しがって、なんだろう、もう税務署に蓋を吹かせるために宗教組織買うわっていうぐらい頑張ってたのでですね、なんか面白かったよね。必ずしもやる気満々ガンガンでっていうことじゃなくて、大根3とか4のオープニングアニメの時にはもうすでに椎間板ヘルニアになって入院してたのがさ、俺小学校の時だから、もう大学ぐらいの時って入院してももうこれ以上治らないので、あとはもう本当に、運動をしないようにしてくれとか動かないようにしてくれというふうに言われて、でそれでも毎晩毎晩仕事終わるのが本当に10時ぐらい、夜の10時ぐらいで朝6時に起きてっていう生活だよね。10時に仕事終わってさ、6時から仕事始めてたらさ、本当に風呂入ってご飯食べるのがいつなんだっていうのを、今の俺の年齢58歳とか過ぎてもずっとやってたから、本当に根性のある人だったよね。まあまあまあ、そうやって立ち割りとかですね、いろんなパチモンのものを作って、で製品のメーカーからも発注受けて、まあ、これはもう一回書いたことがあるんだけども、やっぱ母親たちが何がすごかったかって言ったら、最初何の仕事して、岡田刺繍って言ってさ、こうポロシャツとかのこうワンポイント作ってんだよね。で、最初ラコステの偽物作っててさ、ラコステのワニがこう寝てるんだよ。でラコステが最初L だったかな、なんかこう引き体でなんかこういう感じで
書いてるんだよね。で、次にマンシングっていうですね、ペンギンのマークがあって、これペンギンがこう立ってんだよ。で、マンシングってこういうな感じになってるわけね。で、この多分中間を狙ったんだと思うんだよね。ラコステとマンシングの中間を狙って、ワニがなんとなく立ってますようにして、で、これ、昔、筒井康隆の、なんだ、書いてる動物辞典みたいなやつで、まあ、多分嘘だと思うんだけども、アフリカの方のワニで人間を襲う時に立って襲うワニがいると。人間を後ろからガッと抱きかかえて、立って、ナイル川に走って逃げるワニがいるっていうのがあって、俺それ確かね、晩飯の時に話した時に、何か母親の目がキランと光ったんだけども、多分それあたりがイメージになってワニを立たせたんだと思うけど、もともとは筒井康隆のホラーから始まった。だけどさ、でここのところになんか字入れるんだけども、ラコステそのままやってもダメだし、マンシングもまずいだと。そしたら一番いいのがこうアーノルド・パーマーっていうのがあって、これは傘マークなんだけど、それの引き体がなんかこうちょっとこうこんな感じに見えたので、タチワニっていうこれロゴを作ってやると、なんかねこのいろんなものの合成形としてすごい完成度が高いんだよね。で実はこの商売には半年ぐらいしかしてないんだ。これやったらさ、で、これ糸数とか運針って言うんだけども、どのように針を運ぶのかね。で、こういうね、偽物作るメーカーってさ、日本中にいろいろあるんだけどさ、大部分が大雑把な運針。運針っていうのは、こう書くんだけどさ、大雑把な運針しちゃうんだ。つまり、このワニだったら、こういう風にやっちゃうんだよ。で、こんな風にね、刺繍糸を、刺繍の針を運んだらさ、もうベタ塗りにしかならないんだよね。いわゆる立体物っていうのを刺繍で表現するときっていうのは、どの方向から光が当たってるのかっていうのを考えた上でやらないとダメなので、この立ち輪にやったときはさ、この背中、こちら側に光源があるという設定で、この部分はこういうふうに運針して、斜めに運針して、この部分は真横から運針して、ここの部分は縦に運針して、尻尾は、斜め運針をするってみたいなことを、すっげえ細かく、これうちの父親の弟なんだけど、豊おっちゃんが、めちゃくちゃ細かく運針を決めて、で、その時に世界で初めてアナログ式プロッターっていうのが発明されてさ、アナログ式プロッターっていうのは、製図板みたいなもののところになんかこう、バーがこう移動するんだよね。で、バーが移動して、ここにボタンを押したら、そしたらパンチングカードのその座標位置に、カン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 って穴が開けられるっていうですね、まあ、ものすごい機械式で面白い仕掛けなんだけど、これでですね、だいたいこのレベルの刺繍だったら、普通のパチモノメーカーだったら、200から300ぐらいの針数でやっちゃうのに、うちのおじさん1300針ぐらい使ってさ、ものすげえ精密なことやって、で、これでやったらさ、そのパチモノを見たラコステの方から、ラコステの方にしてみたら、訴えるよりこの技術力使った方がいいことということで、ラコステとアーノルド・パーマーとさ、あとマンシングと3社から同時に発注もらってさ、その後うち正規商品作るようになったんだ。でも正規商品の方が儲かんないんだよね。正規商品っていわゆるなんだろうな、権利料とか、まあもちろん発注数は多いんだけども、でもうちの親にしてみたら、大阪のね、すっごいちっちゃいところの内職から始めたところが、徐々にメジャーになって、ついにイタリアとかアメリカとかさ、フランスの、もう本当ブランドメーカーから、極東の島国、日本の、ところに発注が直に来て商売できるってことがすごい嬉しかったみたいで、なんかパチモン出身なんだけども、うちは一流メーカーになったっていうので、なんかすごい自慢してたよ。それは俺もなんかね面白かったね。だから母親の思い出っていうのは、そういうことをやりながら税務署を騙そうとして、宗教組織を買い取りながら椎間板ヘルニアで1年の3分の1ぐらい寝てるっていう変なおばさんだったよ。はい、次行こうか。プーチン大統領が日本の軍国主義を非難しているそうです。岡田さんは日本の右翼化をどう思いますか。うわ、難しいこと聞いてきたな。はいはいはい、さてさて、どう説明しましょうかね。一応ね、日本の右翼化右傾化に関しては
どの辺なのかな。中道っていうのがあるかないかはもう置いとこうよ。ね。で、こんなのね、テレビでね、全然言えないんだろうけども、戦争絶対反対はここでしょ？左だよね。で、国を侮辱するんだったら戦争しろよっていうのが右でしょ？じゃあ、中道は戦争するかどうかケースバイケースだよねになるはずなんだ。ここ。はい。で、まあ、本当の右翼、民族主義者が戦争を賛成するのかと、そうとは限らないよね。つまり、これ、右と左っていうのがあって、ここに中道があるとしたら、次はこちらが、本当はこういうふうに書くべきなのかな。だって右翼でも戦争反対の人はいるもんね。こういうふうに書くべきなのかな。戦争をやるときはやるべきである。絶対にやらないべきであると。で、これ民族主義。で、このね、左翼の定義ないんだよね。昔鈴木邦夫さんに聞いたときは、右翼に反対するのが左翼ですっていうぐらいなんだけど、まあ、この場合は、中国、韓国と仲良くして、できるだけ、戦争せずに、日本が、普通の国の一般的条件である軍備とかさ、そういうのを揃えるよりは、もっと特殊な国として、生きていこうって考えるのが左翼ぐらいに、やっていこう。多分そういうね、新聞とかね、テレビのワイドショー的な定義でやっていかないと話にならないよね。で、まあ、このやる右翼ってのは考えやすいよね。で、やらない左翼も考えやすい。戦争絶対反対、自衛隊今すぐ解体しろと。そういうような人の考えも賛成か反対か別にして分かりやすい。で、やる右翼っていう人らは、もうひたすら右翼で、例えば左翼のやらない人っていうのは、アメリカと徹底的にもう本当にアメリカの植民地になってもいいぐらいだから、日本中に在日米軍の基地を作ったら、そしたら日本は自衛隊を持たずに済むよと。そしたら軍備日本持たずに済むよ。そしたら、戦争ならないよというふうな考え方もあるじゃん。でそれは左翼なのかって言ったらもうなんかこう僕らもう分かんなくなってくる。だから本来戦争とか考えるときって右翼左翼っていう軸がもうすでに使えないんだけどさ、未だにラベルとしてあいつはなんか左翼だとかさ、あいつは右翼だっていうふうなことを言いやすいからこう言ってると。内田達先生は左翼かなっていうコメントがあったんだけど、多分その内田達先生はこの軸だけで言うと左翼だと思うし、この軸だけで考えると僕は多分右翼に近いと思うんだよ。戦争するかしないかっていうのは絶対反対ではなくてケースバイケースではないというふうに僕も考えちゃうから。で僕は戦争をやるやらない、戦争をやる右翼、やらない左翼で考えると中道だなって考えてたんだけど、ちょっとこういうふうに考えると微妙に違ってくるよね。俺は多分やらない右翼なんだよね。なんか、あんまり戦争して得になった国っていうのを見たことないからっていうふうなことなので、で、こっからじゃあ、この前提を言った上で話すよね。プーチン大統領が日本の軍国主義を非難しているそうです。岡田さん、日本の右翼化をどう思いますかと。プーチン大統領が日本の軍国主義を非難してるっていうのはさ、日本の軍国主義を非難してるじゃないんだよ。今日本のポジションっていうのは、この間アメリカに行ってですね、日本の首相がまあ演説してまあ拍手されたわけじゃん。それは日米のつながりがものすごく強くなってる。で、日本はアメリカのおかげでここまで民主主義やることできましたっていうことでアメリカで、おお、よく言った、よく言った、お前いい子だっていうふうなことを言われてると。で、それに対してプーチンが言えるのは何かっていうと、なんとかして日本とアメリカってのをもうちょっと話したいと。じゃあどうするのかっていうと、日本の左翼勢力というか、反政府報道勢力を利用しようというのが、まあ当たり前だけど戦略的な考え方なんだよね。なので、プーチンが日本の軍国主義を非難してるというのは、日本とアメリカとの安全保障体制っていうのを日本国民の合意としてもうちょっと下げた方がそれロシア的には有利だと思ってるっていうのが正解だと思うんだ。
で、アメリカという国は面白い国でさ、あんだけ世界中で好きなことをやりながら、現地のですね、国民の同意が取れてるのかどうかを死ぬほど気にする国民なんだよ。なので沖縄問題っていうのはややこしいわけね。米軍基地問題ってすごいややこしい。その場所の人間がアメリカ軍来てよかったとは言わなくても、少なくとも反対って声がある限り、アメリカ人っていうのはさ、そこに基地を置くのもものすごく嫌がるんだよ。それちょっとそういう変な国なので、なので日本の国民の中でどれぐらいに在日米軍っていうのを許可許す雰囲気があるのかどうかっていうのをちょっとでもネガティブに持っていった方がプーチン大統領っていうのは有利だと。なんでかっていうと、プーチン大統領っていうのはまあ割と21世紀の今になったら珍しいぐらいの、帝国主義者っていうのかな。ロシアを中心とした帝国主義っていうのはさ、これもね、ごめんな、めんどくさい話ばっかりで。帝国主義っていうのもさ、昔さ、さらば宇宙戦艦ヤマトってアニメあったじゃん。で、あん中にガトランティス帝国っていうのが出てきたんだ。で、ガトランティス帝国っていうのは何かっていうと、ガトランティス帝国の中にデスラ総統っていうのがいた。で、デスラ総統っていうのはその中で、ガミラス国の首相というか大統領として、統領として言ってるわけだよね。で、これがさ、帝国の特徴であって、帝国っていうのは国がいくつもいくつもあって、それぞれの国の主権っていうのかな。それぞれの国の王権を認めるんだ。チンギスハン違うよね。チンギスハンは、侵略していた民族を皆殺しにするか、もう直接属国にするのかするんだ。でもローマ帝国っていうのは征服した国があったから、その征服した国の中から代表者を出してローマの議会に出席しろって言うんだよ。で、ローマの議会に出席した上で、ローマまで来させて出席した上で、それぞれの国がどういうふうにしてるのかっていうのを、ローマ帝国は国の一つ上の立場から監査しようとするわけだね。つまり、学級会が国で、生徒会が帝国みたいなもんだ。それを、そう、さらば宇宙戦がやるのでガトランティス帝国って言ってて、ガトランティス帝国は、その、他の星々を従えっていうふうなことをやってて、俺その、さらば宇宙戦がヤマトを見た時に初めて、あ、帝国ってそういう意味なのかっていうのを知ったんだけども。はい。で、プーチン大統領はですね、ロシアによる帝国主義というのを考えてるから、ウクライナにしても、どこにしてもですね、その、新ソ連、ロシア政権っていうのかな。つまり、今の中国みたいに、なんだろうな、例えばモンゴルとかを全く消してしまって、自分の中国の領土にしようというんじゃないんだよ。ウクライナはウクライナで独立を認めるふりをしときながら、ロシア、大ロシア帝国のその一部にしたいというふうに考えてるな。そういうなんか帝国主義なのでですね、彼がですね、日本の軍国主義を非難してるっていうのは、逆に言えば、多分プーチンから見たらアメリカは帝国に見えるんだよね。まあそういうふうに言える部分もあると思う。少なくともベトナム戦争あたりまでのアメリカの戦略というのは完全に帝国主義ってやつで、ローマ議会を模したその、貴族院と、市民議会みたいなもので、アメリカにも上院下院っていうのがあるじゃん。完全にこう模して作ってるんだけども、帝国主義をやろうとしてた国家ではあったんだよね、アメリカ。で、そのアメリカ帝国主義っていうのは諦めて、もう同盟とかさ、あと、経済的な競争というふうなことをやってくるし、あとはアメリカの中にある最大の勢力であるグローバル企業っていうのが、もうアメリカに本拠地を置かなくなってきて、よその国に税金払うのか、もしくは税金払わないのかというふうになってきてるので、アメリカの急激な国家としての空洞化が進んでるんだよね。でも、ロシアにはまだそういうふうなものがないのでですね、最後の帝国主義者としてやってくるんじゃないのかなというふうに思ってます。はい。映画セッションは見ましたか？あ、見たよ。セッションはすごいかっこいい映画だよね。でね、面白いのは、ジャズファンが怒りまくってることね。セッションってみんな知らないだろうね。アカデミー賞をね、めちゃくちゃ取った映画なんだけども。あ、アカデミー賞ノミネートをいっぱい取ったんだな。テレビで、CM してるって見たことあるのかな。主人公はアメリカの音楽学校に通ってるドラマーの兄ちゃんなんだ。で、ものすごい頭ツルツルのめちゃくちゃ怖い、鬼軍曹みたいな
コーチ、指揮者の人にものすごいスパルタ教育を受けて、だん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 ドラムが上手くなっていくっていうような話なんだけども、まあね、見てるのはすごいだ。見てる分にはすっごい面白いよ。とにかく、もう予算はすごく安い映画なんだけども、目を離してる隙が本当にないんだよ。ずーっと2時間ぐらいになって目を奪われていて、最後の1秒に至るまでめちゃくちゃ面白いんだよ。で、ところがですね、そこの中に出てくるジャズっていうのが、やっぱジャズファンにしてみたら、なんじゃこれってやつなんだねっていうのは、ジャズっていうのは、いわゆる、のだめカンタービレみたいな映画だと思ってくれればいいよ。映画全体の雰囲気を説明するのが難しいから。根性もののだめカンタービレぐらいだと思ってくれ。で、日本人にとってジャズっていうのは、割と自由に演奏するものであったり、ジャズになってるかどうかっていうのがポイントなんだけども、このセッションの中に出てくるジャズっていうのは、もう本当に、完全に機械仕掛けにまずなりきって指揮者のイメージ通りの音が出せるのかで、全体でものすごく正しい、もう100分の1秒刻みのリズムがあって、そのリズムが正確にできるのか、だんだんテンポアップしろって言ったら、その40分の1秒単位の音を40分の1秒、40分の2秒、40分の3秒というふうに、だんだんリズムが上げれるのかどうかとか、そこら辺延々やるわけだね。そしたらそれは自由にジャズやってる人から見たら、こんなのジャズじゃねえってことになるし、その、ただ、なんだろう、そう、それジャズじゃないというふうに今コメントできた。でも、それもジャズだっていうふうに考えれるのかどうかということと、あとね、そんなことを言い出したら SF 映画なんかこの世の中に一歩も存在しないよ。そんな。2001年宇宙の旅だって、お前燃料どこにあるんだよ、ディスカバリー号ってことになるさ、ガンダムだってなんだってさ、こんなもん SF じゃねえよってことになるんだけど、それは映画だからこうだっていうのでやってんだよ。だからあらゆるジャンルの人はさ、自分のあの詳しいジャンルは、おお頑張ってるじゃんって見るわけだよ。別になんだろうな、ドクター凛太郎にしたってさ、リーガルハイにしたってさ、なんかこの医者とかさ、弁護士が見て納得できる出来なんであってさ、正しい出来のさ、ドラマなんて一つもないわけだよ。だから、ジャズの人らだって、ジャズじゃないのぐらい当たり前じゃん。それよりは、熱血指導者と若者の対立というような大枠で見たら、なんかこう、わかるっていうふうなぐらいでないと面白くなんないと思うよ。というわけで、映画セッションすげえ僕は面白かったよ。いやー、何を、ちょっと待って、質問めちゃくちゃ多すぎて、もう今日48分になっちゃったよ。じゃあ後半なんか今リアルタイムで来た質問とかにガンガン答えていくんだけども、おやつコーナーとかも後半にしていこうか。じゃあ、今日は、一回、あ、ホリエモンステマ、あ、それもね、ちょっと待って、後半切り替える前に、まだ切り替えてないよね。はい、切り替える前に、はいはいはい、ホリエモン、他何？はいはいはい、白箱。原圭一、アニメランキング、少子化記録更新。アニメランキング。ゴールデンウィーク何してたか？仕事してたよ。原圭一のやつね、シャーフの資本金なんだろうな。大阪都構想、あ、なんか大阪都構想この中に入ってた、大丈夫。たけしの映画、うわー、はい、なんかメモしといたから、みんなが今聞いてるやつは有料版の方で答えますというですね、ひどい商売だよしといて、今日はもうとりあえず質問がねめちゃくちゃ溜まってるんで、それを解決していこうと思います。では、後半ですね、限定版の方でお会いしましょう。では一般放送はここまでかな。一般放送次回は5月17日の日曜日だね。一応ね、5月17日の日曜日は漫画やろうと思ってんだ。で、東野浩二さんに、その今漫画で面白いのありますかというふうに言われて、あ、なんかまとめて、じゃあこの漫画で、もう一つ条件が出されて、
Kindle ですぐ読めるやつを教えてくださいというふうに言われて、そうか、Kindle でもいいし、あとニコニコ星画でもいいんだけども、そういうのでパッとすぐ読めるやつで、東野さんが読んでないようなやつで、漫画的に絶対これ読んどいていいよっていうやつを、ちょっといくつか、ピックアップして、来週はそういう漫画語るっていうのをやってみようと思います。ただ、これね、来週できると思うんだけども、一応ですね、ドワンゴの方に聞いてですね、漫画の画面とかを映して話すわけなんで、ちょっとね、そういうふうなことをやっていいのかどうか、軽く聞いてみないとわかんないので、その件が、分かってくると来週できますので、そこに手間取っちゃうと再来週になるかもわかりません。はい。では、一般の放送を見てる方は、来週5月17日の日曜日にですね、お会いしましょう。では、切り替えてください。ヘッドギアって出てくる。漫画でも何でも全部企画ヘッドギアって出てくるんで。で、そのヘッドギアっていうのは何かっていうと、パトレイバーを始めるときに、押井さんは後から参加したんだけど、伊藤和則とか、あと日浦光とか、結城正美とか、伊豆淵くんとかが合同で作ったプロジェクトチームなのね。で、そこにまた押井さんも後で入ってきて、こうヘッドギアチームの一つになった。で、今後、パトレイバーやるときは、このヘッドギアでやろうっていうふうに、俺たちが一緒にやろうぜっていう青春の誓いみたいにやってるんだけども、なんかね、で、この間の、例えば、廃棄処理13号とかですね、そういうオリジナルビデオを作るときは、ちゃんと、そのヘッドギアチームに賛成したらしいんだけども、賛成したというか、交渉したらしいんだけども、おしりさんね、なんかどうも、ヘッドギアチームに、何も言わず黙って続編やってるらしいんだよね。で、それでもう伊藤さんが、拗ねてるというほどもないんだけど、まあ、あの人は、もうああいう人だからしょうがないんじゃないの？で、お話に関しては、まあ、ちゃんとやってくださいよとしか言いようがないみたいな感じで、ツイッターでですね、ちょっと、こぼしてるのを見てですね、ああ、なんか、やっぱり元々のパトレイバー作った人たちってすごくきちんとしたお話作ってるのね。で、それをおしりさんがだんだん私物化していく感じになってるのが、やっぱなんかあんまりいい気持ちしないんだろうなっていうのが分かってですね、あ、そうなんだなっていうふうに思いました。ほい。で、ドローンですね。ドローンに関して何を語れと言うんでしょうね。俺、ドローンに関しては、まあ、持ってますけども。いや、楽しく、ドローンじゃないんだね。ラジコンヘリと言うべきだよね。マルチコプターというふうに言ってもいいんだけども、持ってますよ。それはもうあんな楽しそうなおもちゃ買いましたよ。室内で飛ばしたらそこら中に当たるから、表へ持って行きたいんだけども、井の頭公園で飛ばすには何かこの周囲の目もあるし、どっか壊れたら嫌だなと思ってですね、なんか部屋の中で飛ばすというですね、細々とした楽しみ方してる。高いんでしょって書いてるけども、マルチコプター自身、それもいわゆるスマホとか携帯とかでこう操作できるやつだね。あれって一番安いやつで8000円ぐらいからあるんじゃないの。一番高いやつでも確か20万円ぐらいでしょ。で、一番高いやつってもう別に僕ら買う必要ないんじゃないのかな。いわゆる動画撮影用のカメラの重たいやつ乗っけてブーンって飛ばしたい人は10万15万ぐらいする機種買った方がいいんだけども、僕らが遊びでちょっとなんか絵撮りたいとかですね、スマホに絵を送りたいぐらいのやつだったら1万円程度のもので十分だと思います。で、これがですね、禁止になるのかっていうなんか質問が多分一番多いと思う。免許制になるのかって今コメントがあったんだけども、ラジコンヘリ自体が別に免許制ではないからですね。で、電動で飛ぶこういうおもちゃみたいなものを規制するのかどうかっていうと、なんだろうな、するかな。首相官邸事件なんだかんだ言ってもね、ショッキングだからね。するしないで言うと、規制しなかったら次に同じような事件が起こった時の、警視庁の責任問題になっちゃうから、多分ね、しようという話になると思うんだ。ただ、元々は1キロとか2キロ程度しか電波が届かないようなものだから、そういうふうなものを規制するのは、電波法とかそこら辺からもう一回見直さなきゃいけないと思うんでですね。
日本でありそうなのは自主団体を作って、でドローン買ったら必ずハガキがついてて、でこのハガキを入れないと、もしくはなんだろうな、メアド書いてバージョンアップしないと、登録しないとバージョンアップ情報を受け取れませんよ。その代わりドローンみたいなものを買った人は全員なんだろうな、ある許認可団体みたいなところに自分の名前とか電話番号とか住所が全部登録されるという仕組みが落としどころじゃないのかなって思うんだけどね。なんかそういうふうになる。まあだから、いや、それをどういうふうに思うのかって言ったら、僕ら別に携帯持ってたら同じようなことされるから、そんなに変わんないと思うんだけどね。僕は国民創生番号制っていうかですね、国民ナンバー制にはどちらかというと賛成の立場なのでですね、あんまり気にしないんですけどもですね。はい。ドローンはその辺あたりが落としどころになるんじゃないでしょうか。加山理香さん。俺が知ってんの、加山理香さんの事件、今日の朝知ったんだけども、あれなんだよね。ツイッターで、番組共演者の悪口をものすごく言っちゃったっていうやつだよね。で、とてつもないレベルのことを言って、で、加山さんが、はーってなって、なんか、知り合いに言うだけの、多分ダイレクトメッセージに、送るはずのやつを一般に書いちゃったというですね、すごくありがちなことをしたということなんで、ああ、なんか、ネットワーク被害者だなというふうに僕は思いますね。なんだろうな、こんなことを思ってるっていうのを友達に言うっていうのは、まあ、それは構わないことなんだけど、で、それを乗っ取られたっていうふうに最初言ったのは、まあ、そういうふうに言って収まるかと思ったら収まらなかったっていうことだよね。そりゃね、まさかね、親しい友達であろうともね、あの内容だったらね、直接、そんなことを思ってましたって言えないよ。なんか、こんな番組だけど何月まで続けようと思いますとかさ、そりゃ大人としてまずいよね。なので、どちらかっつうと、加山さんみたいなことって、加山さんみたいにテレビに出てる人だから、はっきりわかるんだけども、多分、同じようなミスしてる人って1日に1000人や1万人ぐらいいるだろうから、じゃあ今後どういうふうにみんなツイッターとかと付き合えばいいのかとか、自分の一部を常に公にさらすっていうふうなことになってくると思うんだよね。だから失言事件とかさ、なんかそういうふうなものってどんどん増えてくると思うんだ。で、今日もあったんだけど、どれだ、好きやアルバイト女性が店内でわいせつ画像をツイートした事件に一言って書いてるんだけども、これも好きアルバイトして、わいせつ画像つい、俺そのわいせつ画像っていうのを見たことがないんだけども、水着なの、すっぽんぽんなの、誰か知ってる？はいはいはい。みんな探したわ。見なくていいよ。がっかり画像なの。あ、じゃあもういいや。いや、俺なんか、ネットニュースのとかで見たときには、なんだっこ、バイトの女の子が、わいせつ画像って言うから、おさぞかしそれは素敵な画像かと思ったんだけども、こんなにコメント欄にがっかりって出てくるぐらいだったら、じゃあもういいやと思ったんですけど、これもですね、その好きやアルバイトっていうのも、これも、いわゆるチェーン店バイトだから僕らは、おーって思うわけだよね。だからそこら辺の、誰も知らないような個人でやってるような喫茶店とかで中でやってたら、多分そんな大きな事件にならないってことで、昔だったらとか数年前までだったら、ある個人がどれぐらいのテロっていうこともないんだけども騒動を起こせるのかっていうとさ、それなりのなんだろうポジションにある人とか、まあ、秘密を知ってる人とか、そういうふうな人が情報を、みんな知らない情報を開示するみたいな方法でテロって起こせたんだけども、もう今やすき家でバイトしてるぐらいの当たり前のことで、例えばそれを生姜の中にさ、なんかこう指入れたとかさ、あとなんか店内で裸になってそれをツイートするとかさ、もうそれぐらいで言っちゃえば、スキアっていうですね、その自分が勤めてる店舗ではなくて、その上の親会社全体に被害を与えることになってくるよね。で、なくならないだろうね、こういう事件ってなくならなくて。どうかね、一応ね、日本の右翼か右傾かに関しては、どの辺なのかな。
中道っていうのがあるかないかはもう置いとこうよ。ね。で、こんなのね、テレビでね、全然言えないんだろうけども、戦争絶対反対はここでしょ？左だよね。で、国を侮辱するんだったら戦争しろよっていうのが右でしょ？じゃあ、中道は戦争するかどうかケースバイケースだよねになるはずなんだ。ここ。はい。で、まあ、本当の右翼、民族主義者が戦争を賛成するのかと、そうとは限らないよね。つまり、これ、右と左っていうのがあって、ここに中道があるとしたら、次はこちらが、本当はこういうふうに書くべきなのかな。だって右翼でも戦争反対の人はいるもんね。こういうふうに書くべきなのかな。戦争をやるときはやるべきである、絶対にやらないべきであると。で、これ民族主義で、このね、左翼の定義ないんだよね。昔鈴木邦夫さんに聞いたときは、右翼に反対するのが左翼ですっていうぐらいなんだけど、まあ、この場合は、中国、韓国と仲良くして、できるだけ、戦争せずに、日本が、普通の国の一般的条件である軍備とかさ、そういうのを揃えるよりは、もっと特殊な国として、生きていこうって考えるのが左翼ぐらいに、やっていこう。多分そういうね、新聞というかね、テレビのワイドショー的な定義でやっていかないと話にならないよね。で、まあ、このやる右翼というのは考えやすいよね。で、やらない左翼も考えやすい。戦争絶対反対、自衛隊今すぐ解体しろと。そういうような考えも賛成か反対か別にして分かりやすい。で、やる右翼っていう人らは、もうひたすら右翼で、例えば左翼のやらない人っていうのは、アメリカと徹底的にもう本当にアメリカの植民地になってもいいぐらいだから、日本中に在日米軍の基地を作ったら、そしたら日本は自衛隊を持たずに済むよと、そしたら軍備日本持たずに済むよ、そしたら、戦争にならないよというふうな考え方もあるじゃん。でそれは左翼なのかって言ったら、もうなんかこう僕らもう分かんなくなってくる。だから本来戦争とか考えるときって右翼左翼っていう軸がもうすでに使えないんだけどさ、未だにラベルとしてあいつはなんか左翼だとかさ、あいつは右翼だっていうふうなことを言いやすいからこう言ってると。内田達郎先生は左翼かなっていうコメントがあったんだけど、多分その内田達郎先生はこの軸だけで言うと左翼だと思うし、この軸だけで考えると僕は多分右翼に近いと思うんだよ。戦争するかしないかっていうのは絶対反対ではなくてケースバイケースではないというふうに僕も考えちゃうから。で僕は戦争をやるやらない、戦争をやる右翼、やらない左翼で考えると中道だなって考えてたんだけど、ちょっとこういうふうに考えると微妙に違ってくるよね。俺は多分やらない右翼なんだよね。なんか、あんまり戦争して得になった国っていうのを見たことないからっていうふうなことなので、で、こっからじゃあ、この前提を言った上で話すよね。プーチン大統領が日本の軍国主義を非難してるそうです。岡田さん、日本の右翼化をどう思いますかと。プーチン大統領が日本の軍国主義を非難してるっていうのはさ、日本の軍国主義を非難してるじゃないんだよ。今日本のポジションっていうのは、この間アメリカに行ってですね、日本の首相がまあ演説してまあ拍手されたわけじゃん。それは日米のつながりがものすごく強くなってる。で、日本はアメリカのおかげでここまで民主主義やることできましたということで、アメリカで、おお、よく言った、よく言った、お前いい子だっていうふうなことを言われてると。で、それに対してプーチンが言えるのは何かっていうと、なんとかして日本とアメリカっていうのをもうちょっと話したいと。じゃあどうするのかっていうと、日本の左翼勢力というか、反政府報道勢力を利用しようというのが、まあ当たり前だけど戦略的な考え方なんだよね。なので、プーチンが日本の軍国主義を非難してるというのは、日本とアメリカとの安全保障体制っていうのを日本国民の合意としてもうちょっと下げた方がそれロシア的には有利だと思ってるっていうのが正解だと思うんだ。で、アメリカという国は面白い国でさ、あんだけ世界中で好きなことをやりながら、現地のですね、国民の同意が取れてるのかどうかを死ぬほど
気にする国民なんだよ。なので沖縄問題っていうのはややこしいわけね。米軍基地問題ってのはすごいややこしい。その場所の人間がアメリカ軍来てよかったとは言わなくても、少なくとも反対って声がある限り、アメリカ人っていうのはさ、そこに基地を置くのもものすごく嫌がるんだよ。それちょっとそういう変な国なので、なので日本の国民の中でどれぐらいに在日米軍っていうのを許可許す雰囲気があるのかどうかっていうのをちょっとでもネガティブに持っていった方がプーチン大統領っていうのは有利だと。なんでかっていうと、プーチン大統領っていうのはまあ割と21世紀の今になったら珍しいぐらいの、帝国主義者っていうのかな。ロシアを中心とした帝国主義っていうのはさ、これもね、ごめんな、めんどくさい話ばっかりで。帝国主義っていうのもさ、昔さ、さらば宇宙戦艦ヤマトってアニメあったじゃん。で、あん中にガトランティス帝国っていうのが出てきたんだ。で、ガトランティス帝国っていうのは何かっていうと、ガトランティス帝国の中にデスラ総統っていうのがいた。で、デスラ総統っていうのはその中で、ガミラス国の首相というか大統領として、統領として言ってるわけだよね。で、これがさ、帝国の特徴であって、帝国っていうのは国がいくつもいくつもあって、それぞれの国の主権っていうのかな。それぞれの国の王権を認めるんだ。チンギスハン違うよね。チンギスハンは、侵略していた民族を皆殺しにするか、もう直接属国にするのかするんだ。でもローマ帝国っていうのは征服した国があったから、その征服した国の中から代表者を出してローマの議会に出席しろって言うんだよ。で、ローマの議会に出席した上で、ローマまで来させて出席した上で、それぞれの国がどういうふうにしてるのかっていうのを、ローマ帝国は国の一つ上の立場から監査しようとするわけだね。つまり、学級会が国で、生徒会が帝国みたいなもんだ。それを、そう、さらば宇宙戦艦ヤマトでガトランティス帝国って言ってて、ガトランティス帝国は、その、他の星々を従えっていうふうなことをやってて、俺その、さらば宇宙戦艦ヤマトを見た時に初めて、あ、帝国ってそういう意味なのかっていうのを知ったんだけども。はい。で、プーチン大統領はですね、ロシアによる帝国主義というのを考えてるから、ウクライナにしても、どこにしてもですね、その、新ソ連、ロシア政権っていうのかな。つまり、今の中国みたいに、なんだろうな、例えばモンゴルとかを全く消してしまって自分の中国の領土にしようというんじゃないんだよ。ウクライナはウクライナで独立を認めるふりをしときながら、ロシア、大ロシア帝国のその一部にしたいというふうに考えてるな。そういうなんか帝国主義なのでですね、彼がですね、日本の軍国主義を非難してるっていうのは、逆に言えば多分プーチンから見たらアメリカは帝国に見えるんだよね。まあ、そういうふうに言える部分もあると思う。少なくともベトナム戦争あたりまでのアメリカの戦略というのは完全に帝国主義ってやつで、ローマ議会を模したその、貴族院と、市民議会みたいなもので、アメリカにも上院下院っていうのがあるじゃん。もっともっと増えてきた、来てから僕らはなんかこういう事件を当たり前のように思ってしまったり、あとは、そういう店に行かないようになるのかな。そんなことないよね。別にその前の晩店員がわいせつ画像をアップしたからといってその店に行かないってことにならないと思うんだけども、どういうところが落としどころになるのか、もうちょっと状況を見てみないとわかんないね。まだ今のところいろんなバイト雇う側が、これ僕は前から言ってるんだけども、これからは働く側も雇われる側、雇う側も雇われる側も双方が評価する社会になるというのが僕の基本的な考え方なんだ。で、僕ら例えば大学時代とかにどういうふうなことをしてても、就活の時にはいわゆる自分の成績表みたいなものを持ってって、あとは大学の時にこんな部活してましたになるんだけども、多分こっから先は Facebook みたいなものをちゃんと やれっていうふうに言われたり、 Facebook 見せろと言われたら Facebook の過去の履歴っていうのを全部見られてっていうふうなことになってくると。つまり上場企業を見た者が人を雇うときっていうのは、その人が周りからどういうふうに評価されてるのか見るようになると。で、同時に僕らもどっかの会社に勤めるときとか就職試験受ける前に、その会社の黒い情報とか、あと実はやばいんじゃないかみたいな情報をいろんなサイトでこうチェックするようになると。そしたら
いずれ出てくるだろうっていうのがランキング会社ね。つまりいわゆるそのあらゆる人とか組織っていうのをある一定のガイドラインに沿って評価する会社っていうのが出てくるだろうと思う。つまりこの人はアルバイトとか働くときに A ランク、B ランク、C ランクみたいな付け方ね。B ランクっていうのはプラスもマイナスもない。つまり可もなく不可もないですって。A ランクっていうのは周りのバイト仲間とか、あと雇われてる側からば評価されてると。つまりこのアマゾン評価とか食べログ評価みたいなものが周りからこういうふうに受けられてるっていう人が A ランク。で、逆に言えば周りから評価が低かった人っていうのは C ランクになってくる。まあ、そうなっちゃうとさ、めんどくさいから、じゃあもうそんな、格付け会社っていう、この場合言うべきだろうな、格付け会社みたいなところに登録しなきゃいいじゃないかって思うんだけども、これがさ、今の就活してる人はみんな、リクナビ、マイナビから検索するのと同じで、雇う側はこの格付け会社に登録した個人でないと雇わなくなっちゃうと思うんだよね。なんでかっていうと、格付け会社に登録して A ついてるやつは安心だから、そいつがなんかトラブル起こしても人事課の責任じゃないわけじゃん。ちゃんと人事課、あいつなんかうち来たら変なことやったぞと。なんでだって言ったら、いや人事課として、いやいや、ちゃんとそういう人事格付け会社みたいなところで A ランクでしたっていうふうに言えばさ、今のそのちゃんといい大学でしたとかさ、あとなんだろう偏差値良かったですっていうのと同じようになると。で、まあ僕らが今食べログとかに掲載されてない店に行くのかっていうと、よっぽどその店のことを知ってたり味を知ってたりしたら行くかもわかんないんだけども、知らない地方に行ってさ、食べログとかああいうの見ずにスパッと行くのかっていうと、もうそれは本当に自分自身のなんだよな、勘みたいなものに自信がある人以外の9割ぐらいの人は食べログで見ていくようになると。で、ロンダリングが入るなっていうふうなことで、多分もうもちろん、その、いろんなね、格付け、それはもうアマゾンのやつにしても食べログにしてもさ、もう何人かが組織票を入れたら思い通りのままじゃん。でもその思い通りのものになるっていうのを、どん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 中立化させるような仕組みっていうのも数の理屈でできてるから、逆に言えばその格付けで、10人が格付けして全部トップランクつけてるようなやつよりは300人ぐらいが格付けして、その7割ぐらいが何だろう、10点満点で言えば8点9点取ってるやつの方がもちろん信頼性が高くなってくるから、まあ僕らは雇われる側としてはどん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 そういう格付けされるようになってくるだろうと。で、同時にその今だったらブラック情報というか裏情報みたいにして載っている、実はあの会社こうなんだよとか、実はあのなんか飲食店こうなんだよみたいなところもどん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 評価されるようになってくると。実際にそこで働いたらこんなもんだったよって、だ条件こういうふうに書いてるけど、ああなんかこう休み時間なんか本当はないよというふうなことで、あらゆる会社もやっぱり A ランク、 B ランク、 C ランクというふうに格付けされるようになると。同様に医者も格付けされるようになると。医療サービスっていうのはさ、本当にいい悪いは分かりにくいんだけども、なんだろうな、それ言っちゃえば食べログも同じなんだよね。美味しいとか美味しくないって本来主観的なもののはずなんだけども、みんなが点数をつけることによって、食べログ 3.2 点あたりが、なんか俺的にはそうなんだけど、基準になってるじゃん。俺食べログで 3.4 以上ついてたら、まあ大丈夫だろうなと思って、4.5 とかついてたら、もう怪しいって思ってきちゃう。で、3.0 とかさ、3点に満たない店って、これはどうなんかなっていうふうに思うようになるんだけども、同じように医者だって、その人がやっている、その、サービス、お医者さんが出すサービスっていうふうなもので、格付けすると5点満点で格付けできないこともない。もちろん、もちろんだよ。大部分の医者は大反対するよ。大部分の医者は大反対するんだけど、格付けするなっては絶対言えなくなってくるんだよね。で、そうなると、格付けされてない医者に徐々にみんな行かなくなるじゃん。そうすると、なんだ、医者ログっていうのかな、食べログじゃないんだけど、医者ログ登録の医者ですっていうステッカーが配られるようになって、みんな医者ログ登録の医者ですのところにしか行かなくなってくる。特に歯医者みたいなペインクリニック、いわゆる痛みをどのように制御するのかというような商売もそうなってくるだろうね。で、政治家もだなって書いてるんだけども、政治家とかはもうそれが行っちゃってるんだと思うんだ。もうだから僕らはそれの完成形を見てるから、ちょっと将来政治に関しては予測しにくいんだけども、あらゆるサービス業とか、あらゆるどれがいいのか分かんなくて、何を選べばやってほしいというふうなことに関しては、こういう総合格付けみたいなものが、浸透してくるだろう。それがその2010年
代の後半でだよね。2016年から2020年あたりの大きい社会のトレンドになるんじゃないのかな。これはその評価経済社会って本を出した4年かな、4年か5年ぐらい前から僕はずっと言ってるその総合格付け社会ってやつなんだけども、俺それを 4,5 年前に出した時はもう来年ぐらいから来るというふうに思い込んでたんだけども、なかなか案外動かないよね。で、多分現実の社会は僕が思ってるよりはやっぱ3年から5年遅いので、僕はオリンピックぐらいになるとこの状況が整備されてくるようになるのかもわかんないな。ということで、加山里香さんはお疲れ様でしたということでですね、こういう時はもう謝っちゃおうねということぐらいですね。はい、じわじわと進んでるか、うん、じわじわと進んでると思うんだけどね。多分その人間の格付け、いわゆる働く格付けとか、あと会社の格付けに関しては、まだ評価する方法が決まってないんだよね。で、あんまり細かく正確な評価を考えちゃうとどんどん難しくなる。いわゆるビッグデータを扱うようにすると難しくなるから、もう食べログみたいにただ単に5点満点で格付けすると。このアルバイトのやつ5点満点でどうですかっていうふうな方がやりやすいと思う。そしたら例えば僕がさ、18歳ぐらいだとしてすき家行くじゃん。すき家行って働いて、まあなんか1ヶ月か2ヶ月ぐらい働いて、で辞めた後で、まあ、もちろん、バイトログと呼ぶのかな、こういう場合。バイトログの点数欲しいから真面目に働くわけじゃん。でも、周りの人とのトラブルがあったりさ、そういうようなことをすると、やっぱり3点とかさ、なんか 2.8 点とかぐらいしかもらえないわけだ。で、そういうふうにやってもらっていったら、次のバイト行くときに、あ、俺なんか 3.8 点しかねえや。じゃあもう、このバイト、これより以上のバイトは無理だなと。こっから以下のバイトないとできないなというふうになってくる。そうなると、どんどん、その周りから評価される人っていうのは有利なバイトに行けるようになる。で、周りの人に、こんばんは。日付が書いてない。今日5月 10日。5月10日のですね、ニコ玉岡田敏夫ゼミです。よろしくお願いします。なんか最初、オンエア前のですね、コメント欄を見てたらですね、何を語るのかというようなことで、ドローンのことを語ってくれっていうのと、あと、押井守を、語ってくれというのがあったのでですね、ああ、ドローンと押井守な、語った方がいいかな、とか思うんですけども、あ、パトレイは面白くない、単に予算不足が原因。そんなことはない。そんなことはない。予算じゃないと思うな。じゃあ、どっから行こうかな。加山里香について、温泉卵って何のことだろうな。加山里香。あ、これ、はい。いつからラジコンヘリをドローンというようになったのか。まあ確かにそうだね。箱根な。なんかタイムリーなことを語らせようとするね。ある程度は、どれでも語れますけども、ある程度ですよ。なんでしょう。もう本当にこれっていわゆる即興芸みたいなもんで、聞かれてはいはいって語るようなもんですから、どっからやってみようかな。箱根は、あ、まず、まあ前のね放送でも言ったと思うんですけども、皆さんも枕元にですね、靴は置いてますか。で、あと、携帯のストラップにですね、笛はつけてますかというところからなんですけども、前語ったと思うんだけども、あ、大丈夫ですね、はい。まあ、見てない人もいるかと思うんですけども、地震の専門家によるとですね、実は案外多いのが、地震で部屋の中のガラス、窓ガラスとかが割れて、そう、前も言ったことだよね。で、割れて、で、ベッドとか布団から出た時に足の裏を切って、で、それで怪我して歩けなくなって、で、押し潰されて死んじゃったっていうお年寄りがやたら多いのでですね、まあ枕元というかですね、ベッドの下にですね、靴を一足置いとけっていう話をして、で、これこの間もですね、テレビでその地震の話になった時に言ったんだけども、やってない人がですね、こうかなり多いのでですね、ぜひやっといてください。本当に、ぜひやっといてくださいというのは何なのかっていうと、ですね、まあ、今南海トラフ地震とかですね、あと東海沖地震の確率が30年以内に 70% って言ってるんですけども、
かなりですね、30年以内の 70% というのは楽観的に見てもそれぐらいだから、悲観的に見るともうちょっと多いんですよね。もう10年以内に 60% とかですね、いろんな数字が出てるんですよ。で、こういうですね、正確な地震予知というのは、まあ、誰もやったことがないし、あとは地震自体がプレートテクトニクスというですね、1960年代になってやっと出てきた、地球物理学の、まあ、から出てきたやつなんですね。で、プレートテクトニクス自体は、まあ、大丈夫な学説、その新しいからといって怪しげじゃないんだけども、学問自体がまだ60年ぐらいの蓄積しかないのでですね、危ないは危ないんですよ、地震のなので、ですね、なんだろうな、危ないは危ないっていうのは60年ぐらいの蓄積がしかないので、何年以内に発生するっていうことがよくわかんないんですね。ただで、その上で30年以内に 70% ということはもうかなりやばい状況だと思ってくれた方がいいです。で、まあ、今日ちょっと語ろうかという話題をここに今メモしてたんですけども、日本列島ってこうあるとするじゃないですか。ごめんね、いい加減な絵で。こうありますよね。で、地震って大体ですね、この順番で降りてくるんですね。震源が。まあ、正確に言うと太平洋側なんですけど。で、いわゆる、3.11 があって、で、徐々にこの震源がこちら側へ来てるんですよね。で、そのうち富士山噴火かって言ったら、富士山っていうのは一回南海トラフとかがあってから後だっていうふうに言われてるのでですね、富士山自体はそんなエネルギー量っていうのは多くないんですよね。で、それよりは阿蘇山の方が再噴火した場合の被害が多いって言われてます。で、一番怖いのは、噴火した後のですね、二次災害というやつなんですね。で、僕らついつい自分の近所、家近所が噴火を受けるのかとか地震の影響があるのかってあるんですけども、地震の影響自体で、まあ、死んじゃったり怪我したりする人をですね、まあ1万人ぐらいとしましょう。でも、100万人とか1000万人の影響が受けるのは何かっていうと、噴火した後の火山灰とかが上がって、でそこから大体3年から4年ぐらい、その地域というのかな、日本列島全体が、寒冷化しちゃうんですね。で、20世紀最大の火山噴火っていうのは、ハワイ沖にあるクラカトア島っていうですね、島があって、そこが噴火して、で、もうね、明治時代に、それで、不作が起こって、凶作が起こって、で、世界恐慌の引き金にもなったというふうに言われてるんですよ。で、もう、いわゆる天保の大飢饉とかそういうやつも、地球のどっかで起こった大噴火がきっかけで、で、それでその、なんだろう、寒冷化が起こったということが、もうこれ、基本的な学説になってるのですね、僕ら別に自分が、今これ見てる人がですね、日本のどこに住んでるか分からないです。例えば北海道だったら割と安定してるんですけど、じゃあ北海道地震だったら大丈夫、地震ないから大丈夫かというと、北海道の人にしても、もう、とにかく阿蘇山噴火であろうが、箱根山噴火であろうが、箱根もまあ水蒸気爆発だったら大丈夫なんですけども、本格的な噴火活動があったら、日本全体の農作物の、作量というのはいきなり何分の1かになるかというふうに思っておいた方がいいですよね。なので地震というのはね、だんだん多分これから数年でテレビで報道されるたびに少しずつニュアンスがきつくなってくると思いますので、注意しといてください。本当に気をつけた方がいいと思います。でさっき言った笛は前も言ったけども、地震で直接その場でなんかこうゴシャッと来て死ぬ人っていうのは割と少なくてですね、その10倍から20倍ぐらいの人が、土砂の中に埋め込まれてとか、瓦礫の中に埋め込まれて1週間ぐらいで死んじゃう人が多いんですよね。で、それを避けるために笛とかホイッスル持ってたら、これとは災害犬の耳に合う周波数なので、なんかこう潰されてる時にね、1週間の間ね、その間、人間ってそういうなっても、4、5日ぐらい生きてるからさ、助けてっていうよりは、笛をちっちゃい笛でピーピーって吹いてる方が助かる確率は全然高いですのでですね、必ずですね、皆さんも携帯のストラップに笛と、あと枕元にですね、靴は忘れないようにしてください。ということでですね、箱根の話は済んだ。次はドローン推し、加山里香。どうしようかな。ドローン推し、加山里香でちょっとアンケート取ろう。でもこんなもん別にアンケート取らなくてもいいや。そのまま行こうか。ドローン推し加山里香、三大話みたいだよな。セットで話そうな。
おしいはいいよ。うん、そうだよね。あのね、おしいさんはね、もう俺あのパトレーバー見たんだけど、呆れたという話しかなくて。で、これひょっとして、なんだろう、あの、地雷踏んだかなというか、みんな、あの、おしいさんのパトレーバーの実写版に納得してるのかなと思っちゃったんですよ。で、ところが、こう、ツイッターでですね、おしいマホルのパトレーバー、あれダメだわって言って、さあどうなるかなと思ったら別に荒れずにですね、それどころかですね、なんかこう、伊藤和則さんというパトレーバーシリーズの、シナリオをずっと書いてる人が、今回、脚本もおしいさんなのね。で、もうおしいさんのパトレーバーに関してはもうなんかほっとくとかいうふうに言ってて、俺たち何の相談もないしっていうふうに愚痴ってんだよね。で、なんでかっていうと、パトレーバーシリーズって一番最初のなんだろう、クレジット画面なのかな、あの、いわゆる版権画面見たら、企画で有利なバイトっていうのは多分、賃金が安いかもわかんないんだけど、評価がたまりやすいバイトと、で、評価あんまりたまんないんだけど、賃金だけは高いバイトって、こういうふうな形になってくると思うんだ。だから僕らは、これまで働くときに、その仕事が楽かどうか、で、儲かるかどうかを基準にしてたんだけども、それ以外に、その、楽かどうか、儲かるかどうか以外に、自分の評価を上げてくれそうかどうか、それはバイト仲間とか、その会社の人の評価とかが、で、上げられてくるようになってくると思う。だから評価経済社会というのは必ずしも、お金が関係ないから夢のような社会ではなくて、僕はどちらかっていうと、はいはい、なかなか厳しい世界ですよというふうに思ってるんでですね。まあ、カイジのですね、一番最初のですね、なんかエスポワール号の星を奪い合うゲームあったよね。あんな感じだというふうに思っていてくれればいいと思います。お、タイムリーな。母の日ですか？岡田さんのお母さんの思い出ありますか？もうお母さんの思い出、はありすぎて困るんですけども、大体代表的なエピソードを語ったんだよな、以前に。新興宗教作ったとかさ、教祖や、教祖、うん、そうだな、教祖な、うん。ので、さて、そういうところでまだ語ってない母親のエピソードか、さ、働きすぎてさ、すごい腰が、悪くしちゃったんだよ。椎間板ヘルニアって言って、今ではどうか分かんないんだけども、なんか、ひどい腰の痛め方をしてさ、で、人生の後半はずっと、松葉杖つくとかさ、あと足引きずるとか、そういう印象しかないんだよね。だから僕、自分自身が語るときは母親のエネルギッシュでダイナミックなところを語ってたんだけども、同時に母親は、その働きすぎて腰の骨をすりつぶすぐらい働いちゃって、で人生の後半は本当にもうずっと寝たり起きたり でそれでも税金取られたら死ぬほど悔しがって、なんだろう、もう税務署にひたは吹かせるために宗教組織買うわっていうぐらい頑張ってたのでですね、なんか面白かったよね。必ずしもやる気満々ガンガンでっていうことじゃなくて、ダイコン3とか4のオープニングアニメの時にはもうすでに椎間板ヘルニアになって入院してたのがさ、俺小学校の時だから、もう大学ぐらいの時って入院してももうこれ以上治らないので、あとはもう本当に運動をしないようにしてくれとか動かないようにしてくれというふうに言われて、でそれでも毎晩毎晩仕事終わるのが本当に10時ぐらい、夜の10時ぐらいで朝6時に起きてっていう生活だよね。10時に仕事終わってさ、6時から仕事始めてたらさ、本当に風呂入ってご飯食べるのがいつなんだっていうのを、今の俺の年齢58歳とか過ぎてもずっとやってたから、本当に根性のある人だったよね。まあまあまあ、そうやって立ち割りとかですね、いろんなパチモンのものを作って、で製品のメーカーからも発注受けて、まあ、これはもう一回書いたことがあるんだけども、やっぱ母親たちが何がすごかったかって言ったら、最初何の仕事して岡田刺繍って言ってさ、こうポロシャツとかのこうワンポイントを作ってんだよね。で最初ラコステの偽物作っててさ、ラコステのワニがこう寝てるんだよ。で、ラコステが、最初L だったかな、なんかこう引き体で、なんかこういう感じで書いてるんだよね。で、次にマンシングっていうですね、ペンギンのマークがあって、これペンギンがこう立ってんだよ。で、マンシングってこういうな感じになってるわけね。で、この多分中間を狙ったんだと思うんだよね。
ラコステとマンシングの中間を狙ってワニがなんとなく立ってますようにして、でこれ昔筒井康隆のなんだ書いてる動物辞典みたいなやつで、まあ多分嘘だと思うんだけども、アフリカの方のワニで人間を襲う時に立って襲うワニがいると、人間を後ろからガッと抱きかかえて立ってナイル川に走って逃げるワニがいるっていうのがあって、俺それ確かね晩飯の時に話した時に何か母親の目がキラーンと光ったんだけども、多分それあたりがイメージになってワニを立たせたんだと思うけど、もともとは筒井康隆のホラーから始まったんだけどさ。でここのところになんか字入れるんだけども、ラコステそのままやってもダメだし、マンシングもまずいだと。そしたら一番いいのがこうアーノルド・パーマーっていうのがあって、これは傘マークなんだけど、それの引き体がなんかこうちょっとこうこんな感じに見えたので、タチワニっていうこれロゴを作ってやると、なんかねこのいろんなものの合成形としてすごい完成度が高いんだよね。で実はこの商売には半年ぐらいしかしてないんだ。これやったらさ、で、これ糸数とか運針って言うんだけども、どのように針を運ぶのかね。で、こういうね、偽物作るメーカーってさ、日本中にいろいろあるんだけどさ、大部分が大雑把な運針。運針っていうのは、こう書くんだけどさ、大雑把な運針しちゃうんだ。つまり、このワニだったら、こういう風にやっちゃうんだよ。で、こんな風にね、刺繍糸を、刺繍の針を運んだらさ、もうベタ塗りにしかならないんだよね。いわゆる立体物っていうのを刺繍で表現するときっていうのは、どの方向から光が当たってるのかっていうのを考えた上でやらないとダメなので、この立ち輪にやったときはさ、この背中、こちら側に光源があるという設定で、この部分はこういうふうに運針して、斜めに運針して、この部分は真横から運針して、ここの部分は縦に運針して、尻尾は、斜め運針をするってみたいなことを、すっげえ細かく、これうちの父親の弟なんだけど、豊かおっちゃんが、めちゃくちゃ細かく運針を決めて、で、その時に世界で初めてアナログ式プロッターっていうのが発明されてさ、アナログ式プロッターっていうのは、製図板みたいなもののところになんかこう、バーがこう移動するんだよね。で、バーが移動して、ここにボタンを押したら、そしたらパンチングカードのその座標位置に、カン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 って穴が開けられるっていうですね、まあ、ものすごい機械式で面白い仕掛けなんだけど、これでですね、だいたいこのレベルの刺繍だったら、普通のパチモノメーカーだったら200から300ぐらいの針数でやっちゃうのに、うちのおじさん1300針ぐらい使ってさ、ものすげえ精密なことやって、でこれでやったらさ、そのパチモノを見たラコステの方から、ラコステの方にしてみたら、訴えるよりこの技術力使った方がいいことということで、ラコステとアーノルド・パーマーとさ、あとマンシングと3社から同時に発注もらってさ、その後うち正規商品作るようになったんだ。でも正規商品の方が儲かんないんだよね。正規商品っていわゆるなんだろうな、権利料とか、まあもちろん発注数は多いんだけども、でもうちの親にしてみたら、大阪のね、すっごいちっちゃいところの内職から始めたところが、徐々にメジャーになって、ついにイタリアとかアメリカとかさ、フランスのもう本当ブランドメーカーから、極東の島国、日本のところに発注が直に来て商売できるってことがすごい嬉しかったみたいで、なんかパチモン出身なんだけども、うちは一流メーカーになったっていうので、なんかすごい自慢してたよ。それは俺もなんかね、面白かったね。だから母親の思い出っていうのは、そういうことをやりながら税務署を騙そうとして、宗教組織を買い取りながら椎間板ヘルニアで1年の3分の1ぐらい寝てるっていう変なおばさんだったよ。はい、次行こうか。プーチン大統領が日本の軍国主義を非難しているそうです。岡田さんは日本の右翼化をどう思いますか。うわー、昔こと聞いてきたな。はいはいはい、さてさて、どう説明しましょう。